赤首ワラビーは、ソーマエバ木カンガルーカカンガルー族に属する、有体類である。オーストラリア南東部のクイーンズランド州、ロックハンプトンイーナン、ニューサウスウェールズ州東部、ビクトリア州及びタスマニア。分布域内での生息地は、主にユーカリなどの紅葉樹林のソリンや、寒木地帯、海岸地帯のヒース。タスマニアでは、森林地帯にも生息する。 2アシュが確認されている。大陸アシュは、オスで東道町770から888ミリ、mm、メートル、オナが703から876ミ、mm、リメートル、体重15から23.7キログラム、メスで東道町708から837ミ、mm、リメートル、オナが664から790ミ、mm、リメートル、体重12から15.5キログラムで、オスの方がメスよりも大きい。また、 タスマニアー種は、オスで東道町 712-923mm、おなが 691-862mm、体重 15-26.8kg、メスで体長 659-741mm、おなが 623-778mm、体重 11-15.5kg で、やはりメスよりもオスの方が大きい。体色は、 全体的に赤茶色から肺褐色で首の周りは体色よりも赤みを帯び、また全身に白い毛が白髪のように混ざる。腹部から喉にかけて白色。また上唇上部に白色の線が入る。手足の先端及び鼻は黒色。タスマニアアシュは大陸アシュよりも暗色で首の周りの赤色はほぼない。 育児脳の中の子供朝や夕方に行動が活発になる、白明白母性で、主に単独性であるが、歳児の際には群れになることがある。食性は草食性で、草本植物、果実などを食べる。林や森林の林園部の草地で採食することが多い。繁殖期は、大陸亜種は1年中であるが夏に多く、また、タスマニア亜種は12月から7月にかけて、 両足ともに妊娠期間は約30日間であり、新生児は自力で母親の育児脳までたどり着き、乳首を探す。子供は約280日間で育児脳から出るようになり、徐々に草を食べ始め、12から17ヶ月で血離れをする。その後、オスは約24ヶ月以内に母親の行動圏から出ていくが、メスは 同じ地域に残ることが多い。外敵は、リンゴや、キツネ、猛菌類などで、特に母親のそばにいる幼獣が狙われやすい。スコットランドのアーガイルビュート地域、ローモンド湖内にあるインチョカナキン島において、赤首ワラビーの小さな群れが存在する。1975年ホイップスネード、野生動物園によりに違いが見つけられ、 1993年までに26個体に増加した。イングランドにはいくつかの小さな個体群が存在していた。カンブリアのピークディストリクト及びイーストサセックスのアッシュダウンフォレストである。1900年に導入され、現在はこの個体群は存在していないとされるが、未だに目撃情報が寄せられる。フランスではパリの西5 0トルのところにある。 ランブイエの森南部において約30個体の赤首ワラビーが生息している。この個体群はイマンスにある動物園から嵐の後に数個体が逃げ出した1970年代以来より存在している。1870年代ニュージーランドのクライストチャーチへタスマニアから輸送された。飼育されていた2頭のメスと1頭のオスは あとにワイマテの最初のヨーロッパ人入植者の土地であるて、ワイマテ周辺に逃がされた。1874年にハンターズヒルで確認されており、あとにこの個体群は急激に増加した。現在はハンターズヒルを中心に、トゥーサム産地、カーグリストン産地及びザ・グラピアンズ周辺の約35万ヘクタールの地域に分布している。これらの個体群のいくつかは、 現在、害獣として扱われている。ありがとうございます。